MLB ワールドシリーズ第3戦は現地10月28日、日本時間29日、舞台をニューヨークのヤンキースタジアムに移し、日本時間の9時8分プレイボールで行われている。初回、ロサンゼルスドジャースがフレディ・フリーマンの3試合連続となるツーランホームランが飛び出し先制。ドジャース版記者からは驚きの声が上がっている。 シーズン終盤に追った足首の負傷で全力疾走もままならないフリーマンがまたもや特大の一発を放った。初回、先頭の大谷翔平が死球で出塁し一死一塁の場面、ヤンキース先発クラーク・シュミットの4球目のカットボールを振り抜くと、鋭い打球がライトスタンドに飛び込んだ。フリーマンの今シリーズ3戦連発、ワールドシリーズでは過去5試合連続となるホームランにドジャース版記者陣も驚愕。 ドジャース・メーション、野野赤村ス記者は、フレディ・フリーマンは足首のせいで今はプレイできないはずなのに。その代わりに彼はワールドシリーズの3試合全てでホームランを打ち、その中にはさよなら満塁本塁打も含まれている。フリーマンはチームメイトを鼓舞するだけでなく、ワールドシリーズ MVP に向かっていると怪我を感じさせないパフォーマンスに驚きを隠せない。また、同じく同メディアのダグ・マッケイン記者も、 フレディ・フリーマンが右方向に2点本塁打を放ち、ドジャースが早々に2対0とリードしたと先制アーチについてつづると、続けて、ワールドシリーズ史上初のサヨナラグランドスラム。彼はこのシリーズの3試合すべてでホームランを打った。彼はワールドシリーズの過去5試合でホームランを打っている。フレディは絶好調だと絶賛している。